皆さん、こんにちは、大地です。えー、毎年、海の日に、えー、周年記念講演会をやってまして、まあ今年は19年目ということでね、多くの人に集まってもらって、えー、まあ今、最新でって言ったらなんですけど、えー、考えてることとかね、あの伝えたいことっていうのを話したんですけど、まあその中で、えー、今年に入ってね、あの僕がやったケースがあって、で、まあ、あのー、比較的ね、えー、難しい、 えー、カウンセリング的な問題っていうのをまあコーチ的に解決するみたいなねあのー、ケースででまあいろんな人がね、あのー、そのケースの感想とかを伝えてくれてでその中にあのどれぐらい大地さん賞、えー、賛があってああいうのやってるんですかっていう質問があってでどういうことかっていうふうに聞いたらいやあのー、結構リスキーじゃないですかとまああの確かにね えっとそのクライアントの,その過去のトラウマ的体験のねえ中に入っていってまあそ,れをえその記憶を書き換えるみたいなことをねその中でやってるんですけれどもあのあ,あいうのってうまく書き換わんなかったらなんか余計本人が辛くなるんじゃないですか <laughs> でどれぐらい賞賛があってやってるんですかっていうふうに聞かれたんですけど。あのね 小3はね、まあ、こういう言い方すると本当かよって言われるんですけど、小3は100%あるんですよ。で、っていうか、ないとやらないんですね。で、あの、過去がうまく書き換わるかどうかもあるんですけど、あのまあ、もちろん書き換わるのも、まあ、90何ね、あの、この路線でいけるだろうっていうあの,のもあるし、もし、もし万が一その思惑通りにいかなかったとしたら、で、そしたらその次にはこういう手を打つとか、で、それでもダメならその次こういう手を打つとか、まあ、少なくとも3段階とか5段階とかっていうのは、何か、 あのクライアントが納得感があって安全な落としどころに行くようにやっぱりこう計算ってあるわけですよ。でそれがあの計算が立たない時はあのなんかねその過去の体験の中に突っ込んでいってそこを書き換えるみたいな処理はせずにですねでよりその、まあ、表面的って言ったらなんだけどあのよりもっとコーチング寄りとかねあの,の処理をするっていうことになってるの基本はコーチだからあのどんな。 あの、なんか難しい過去を抱えてるケースでも、ね、それ未来どうなればいいっていうのに向かって、その、いい未来をね、作っていけるような。で、こう、スローガンとして掲げてることで、あの、心の問題より生活の課題っていうのがあるわけなんですけど、なんかその、<laughs> えー、過去のね、えー、ことに、 発する心の問題をどうこうするというよりはね、生活の課題、その人のなんか生活、その人の人生が何か良くなっていくんで、えー、日々楽しくとか幸せにとかね、充実して暮らせる方に、そのコーチとして、だからゴール作って、そのゴールが達成できるような、本人が取れる行動っていうのを着実に取ってってもらうとか、で、まあそういう行動を取れるようにセルフケアしてもらうみたいなところで、安全確実に、ゆっくりかもしれないけどやれることってあるんですね。で どんなになんかその、いわゆる心のブレーキみたいなものがかかってるとしてもですね、仮に、あの、取れる行動で人生変えていけるっていうところがあるので、まあ普通はそっち側でするわけなんですけど、まあ、ちょっとそのプロセスを早めたりとかね、で、本人の苦しみを取り去ることができそうなら取り去るんで、で、その時にはやっぱり、ね、賞賛がないとて言わない、ね。この勝利って別に私の勝利じゃなくて、クライアントの勝利なので,で、クライアントが敗北するようなことをわざわざやってもしょうがないので、そういう意味ではね、あの、100%、その、 安全まあ、本当は100%はないんだけど99.99% 99安全だなとでなんとかなるっていうあの算段が立たないとねそういう危険なことをやらずにむしろあのコーチング純粋にコーチング的な関わりで、えー、本人の人生を動かしていくっていうやり方を取ってるっていうことなんですね。まあ、こののの辺がコーチングの良さでもあああるしであとはね、あのー コーチとして大切にしてることなんじゃないかなということです参考までそれじゃあまたバイバイ